それでは新約聖書ローマ人への手紙6章15節から終わりまでですね、私が奇数節を読みますので偶数節を読みください。ローマ6章15節それではどうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。あなた方にある肉の弱さのために、私は人間的な言い方をしています。あなた方は以前は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げ不法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。罪の奴隷であったときは、あなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い身を得たでしょうか。それらのものの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。先週は団体の牧師会がありですね、で週の半ばにはこの、リバイバルジャパンという、雑誌の原稿を、書いてくれということでですね、2日ほどで書き上げて、送ることができたわけですけど、特に、この今日本で大きな問題になっているというかね、戦前はこの どんな宗教の人であれ、もう無理やりというかね、天皇崇拝というか日の丸君が代を歌って、天皇の写真に、この礼拝してですね、いうふうなことが強制された時代があったわけですけども、終戦というかね、敗戦というか、を区切りにして、そういうことから解放されたというかね、日本人全体がね、しかし今またこうね、そういうこう日の丸を上げて君が代を歌って、おそらく次に、それを推進している人は天皇の写真とかをまた持ち出してくるんじゃないかなというね、いうふうな危機感というかね、そういうようなものを戦前を知る者としてね、ずっと比較宗教学で日本の歴史や宗教を教えてきてて、この動きを、ずっと推進している人たちが何を考えているかということをある程度長年ですね、たくさんの本を読んで知っているものとして、彼らが次に考えていることはどういうことだろうということが、予測がつくというかね、将来は憲法を改正して、やはりこうね、その人たちにとっては無理やり押し付けられた今の憲法をもうやめて、明治時代のような憲法をですね、天皇中心の天皇を礼拝する、
ね、日の丸君が代天皇の写真という感じですね。まあ、そういうふうな、まあ、日本の在り方というものを、まあ、あの復興させようというですね、まあ、人たちがあのいるということですね。まあ、そういう流れの中で、まあ、あの東京都の、まあ、石原都知事のが、まあ、学校の先生たちが日の丸をあげたり決めを歌わなかったら、まあ、それを罰して、まあ、退職した後は、まあ、このね、雇わないというふうなね、そういうふうな、まあ、昔で言えば特攻警察みたいなね、誰が日の丸の時に起立せえへんか、誰が君が歌ってへんかいうことをですね、ノートにちゃんと書きつけてね、そしてこう、まあ、そういう人たちを、まあ、弾圧しようというかね、根絶しようというふうな、まあ、動きに出てきたわけですけども、今度は大阪府の橋本知事という人がね、この人はそんな右翼ではないんですけども、しかし、まあ、日の丸君が代をですね、時に、起立せなんだり、君が代を歌わなかったらですね、3回注意しても聞かなかったら、まあ、クビというふうなね、そういう、まあ、条例を9月に出すというね、いうふうなことで、まあ、まあ、瞳の友人はたくさん学校の先生が多いわけですけども、大阪では今ずっと日の丸が掲げられるようになってきたというね、急にね、まあ、そういうふうな、まあまあまあ、どっちかというと、まあ、戦前のようなね、まあ、そういうふうな雰囲気が出てきてるわけですね。私はこれ止まらないと思ってるんですね。でやっぱりその後にやっぱり天皇の写真も出てくるだろうし、日の丸に頭を下げることはそんな偶像礼拝でないけども、やはり、まあ、天皇の写真いうのはですね、まあ、この皇室神道といいますか、まあ、天皇陛下いうのは、まあ、日本の皇室というか、まあ、王室のような感じでですね、外交とかいうのがテレビでよく出ますけども、まあ、365日ほとんど神主としてね、自分自身を神としてする皇室神道の、まあ、神主さんなんですね。まあ、そういうことで、まあ、そういう人の写真を出してですね、それに礼拝するようにと、まあ、そういう、まあ、表面上はそう出てこないと思いますね。憲法では象徴天皇と書いてあるから敬意を払いなさいと。で、新しい教育基本法ではですね、個人の、まあ、尊厳ということから国を愛し、まあ、ふるさとを愛するというね、こういうふうな表現になった、ね、しかし中身はどういうことかというと、戦前のですね、国家では天皇を礼拝し、地域では氏神を守り、家では祖先の仏壇を守るというね、そういうふうなことがですね、まあ、考えた人たちの、まあ、本当の内容なんですね。まあ、そういうことで、まあ、本当にですね、だんだんと、まあ、そういう方向にですね、まあ、戦前のように、まあ、なりつつあるかなという危機感を、まあ、持っとるわけですね。まあ、そういうことの中でたくさんの人たちがこうね、まあ、抗議の活動を、まあ、しているというふうなことで、本当にですね、流れが小さいうちに止めないと、まあ、雪の玉もですね、大きくなると求められなくなってね、ちっこいな雪の玉の間は止めることができてもね、まあ、そういうことですね、まあ、非常にこう重要な時期に来てるなということで、まあ、私も、まあ、20年間ぐらい、ね、そういう比較宗教学を教えてきた中で教えたことを、まあ、まとめてね、まあ、教会の雑誌に、まあ、教会、としてですね、まあ、警報を鳴らすというか、まあ、そういう時代が来た時に、ね、日の丸君が代の時に起立して、まあ、歌うことはそんなに大きな問題でないけども、しかしそこに天皇の写真とかがね、やっぱり出てくると、それにですね、頭を下げるということはですね、それは偶像礼拝になるというね、ことですね。まあ、本当にですね、その微妙なことですよね。このそういうわずかその頭をくっとこうね、会釈すると下げることがですね、聖書から言うとですね、それは
神一重だけどもですね、しかし、まあ、天国と地獄の差が、裂け目がそこにあるというね、ことですね。だから、まあ、江戸時代でも、ね、キリシタンたちはですね、踏み屋を踏んださえ命が助かるのに、ね、踏まなかった、ね。ローマ時代もですね、この、ね、皇帝に対して頭をふっと下げたらですね、礼拝したら助かったのに、彼らは、ね、ライオンの餌にされた。ね、本当にですね、この内村鑑三いう人も明治時代に教育直後にすっと頭下げたらね、そのまま学校の先生降りたのにね、彼はですね学校の先生辞めさせられたね、いうことですね。この本当にこの礼拝というか神様を信じて生きるということのね、何かこう微妙な部分というのがねあるなと思うんですね。まあ、この6章15節から23節をですね、そういう視点を念頭にですね、まあ、見ていきたいと思いますけども、6章15節、それではどうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうということになるのでしょうか、ね。このどう言いますか、このユダヤ人はですね、このいろいろとこれしろあれしろいう感じですね、このユダヤ人としての印を帯びて、そして、この体に印をつけてですね、そしてこの聖書の教えの表面をね一生懸命守ろうとしていたわけですけれども、まあ、その姿はですね、何かこう石原知事や橋本知事がね、日本人こうあるべきだとね、この日本の国を統一したのは、まあ、天皇家だと、そしてそこの宗教はこの皇室神道だとね、だからこのそこにですね敬意を払いね、この頭を下げるのは当たり前じゃないかという感じで、君が日の丸君が代ね、そしてその陰には天皇のですねこの崇拝がですね、やがてまあ現れてくるだろうなというふうに思うわけですけども、そういうこのものをですね、ユダヤ人が律法を守らなければというふうにね、厳しく接したようにね、この今のまあそういう人たちもですね、日本人は日の丸にですねこの敬礼をし、そして君が代を歌ってね、いるかどうかいうことがね踏み絵のようにしてね、この調べられるように、まあ、学校の先生はなってきているというね。で、学校の先生だけに終わらないですよね。そういう教育は学校の子どもたちにもなされるし、ね、いろんな式典に参加する親にもですね、親もね、それがですね日の丸にですね、この起立しなかったり君が歌わなかったらね、そういう歌を歌えない人はね、この体育館から出て行ってくださいって言ってね、そういうふうにですね言う人たちも増えてきているわけなんですよね。今まで戦争が終わった後ものすごく自由になったんですね。で、戦前にあったですねそういう儀式が全部取り除かれてね、君が代も歌わなくていいようになってたわけですけど、それが急にねこういうこの経済が難しくなり震災が起こったりしてくるとね、そういうこの危機の中でですね、そういうことをね煽り立てる人、政治家が出てくるということですね。そういうまあ立法とかね、決まりによってではなくね、恵みの下にねこのまあ生きるものとされているということですね。それは本当に日本人一人一人がですね型にはめられたものにされるんじゃなしに、内側にからあふれるですね、やっぱり国に対する愛情というか、またこのふるさとに対する何かね感謝というかね、そういうようなものはこの天皇崇拝とかね、この氏神を祀ったりするパターンにね当てはまらない人もですね、そういうこの愛情をね持って国を愛することができるし、またふるさとを愛することができるしね、家をね祖先崇拝しなくてもね大切にすることができるということですよね。またそういうこの恵みの下にあるというね、そういう水や空気がなかったらね、このキリスト教信仰にあるものはですね息苦しくて仕方がないね。
そんなですね、このなんていうか、この酸素もね、水もないようなね、そういうこの枠の中でね、この生きることはできない。魚がね、水から取り出されてね、この置かれたらですね、苦しんで跳ね回ってね、死んでしまうね、そういう世界になってしまうね。だから本当にですね、この日本がですね、そういう恵みと自由の中にね、保たれていくということがね、ものすごく大事と思うんですね。6章16節では、自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、服従する相手のこの奴隷となってしまうとね。まあ本当にですね、戦前の、まあ、日本人というのはね、そういうこの天皇崇拝とか、それからまあそういう神社参拝とかね、にを強制されてね、そしてこの奴隷のようにね、この指図のままにですね、生かされていたね。しかしそういう生き方をしてたらですね、それはですね、罪の奴隷となって死にいたりね、聖書の光に照らせればですね、この偶像崇拝というのは最も大きな罪ですよね。殺人よりも大きな罪である、聖書に書いてありますよね。それは神様に対する罪だからね、しかしですね、この土井正はそういうこの奴隷の状態からですね、この解放されて、6章18節ね、罪から解放されて、この義の奴隷となったんですね。本当にですね、この終戦によってね、そういうこの縛りから解放されて、そしてこの誰もがですね、この自由な空気の中でね、自由に信仰を選ぶことができるしね、そして自由な形でですね、どういうふうにこのね、国への愛、ふるさとへの愛ね、この家への愛ね、を表現したらいいか、縛られる必要はなかったね、そういうまあ所作と言いますけどね、形がね、それぞれが自分でね、決めてね、自分の信仰に合わせてね、この私たちクリスチャンにとってはですね、伝えられた教えの基準と6章17節ありますように、で聖書の、ね、基準に従って、ね、そのルールに従って偶像礼拝とか、ね、をしないで、ね、そしてこの父親を敬えと書いてある、ね、祖先に対する、また父親に対する感謝と敬意を持ってね、この生きるんだということですよね。そういうことがですね、この義の奴隷となったのであるね、正しいね、神様の御心にねの奴隷となったのであるということですね。そういう面で6章19節、以前は自分の手足を汚れた不法の奴隷として捧げていたね、で不法に住んでいたと。しかし今はですね、この義の奴隷として神様の御心のままに生きるですね、そういうこの奴隷としてね、清潔に住みなさいね、本当にですね、この清い神様の御心に照らしてですね、清い生き方にね、生活しなさい。それはですね、クリスチャンにとってはやはりこのまあ日の丸君が代ね、日の丸敬礼し、またこの君が代を歌うとこまではいいかもしれないけどもね、しかしその以上に進んではならないというね、天皇崇拝は偶像礼拝に、しかし天皇に対するですね、まあ、敬意というかね、敬う気持ちというのはね、このまた別の意味でね、貴族の藤原家であったり、この武家時代の徳川家に対してね、この敬意を払うようにね、その歴史、ね、伝統にね、敬意を払うように、まあ、天皇家の歴史と伝統にもですね、私たちはやっぱり敬意を払う、ね、外交の何かそういう働きをされている天皇の家の人たちにはですね、敬意を払うべきだと思いますね。しかしですね、偶像として崇拝することは、神として礼拝はできないということがね、やはりこの罪から解放されてね、清潔に進む生き方ということですね。そういう面でこの罪の6章に入れて罪の奴隷であった時はね、戦前はですね、あなた方は義については自由に振る舞っていましたね。何かその辺がごちゃ混ぜにですね、何か強制されてですね、していたけどもね、その当時していたことを6章に11節、今ではあなた方恥じているというね、この戦前のですね、そういう中途半端な、ね、クリスチャン生活、ね、それは戦時中だからね、仕方がなかった面もあるかもしれませんけどね、しかしそれは恥ずべき行為であったとね、
ね、それらをしていたらですね、良い身を得られない、ね、そのもの行き着くところは死です、ね、永遠の滅びです、ね、まあ、不道徳は罪ですけども、偶像礼拝はですね、神様に対する罪だからね、もうそれはですね、神様はもはやあなたは私の民ではないと、ね、そのように言われるんですね。だから本当にですね、その行き着くところは死であり、永遠の滅びであり、地獄であるということですね。しかしですね、6章24節、しかし今はそういうですね、この状態から、ね、罪から解放されて、ね、神様の御心に従って生きる、まあ、ものとされてね、清潔に至る身を得たのである、ね、その道をですね、私たちはですね、この照らされているのであると、ね、だからね、その道に従って進みですね、その行き着くところを永遠の命であり、天国であるということですね。だから本当にですね、このクリスチャンにとってね、また日本人全体にとってね、本当に息苦しい時代がですね、この濃くなってきているということができますけれども、私たちは6章23節にあるように、罪から来る報酬は死ですとね、この滅びです、永遠の滅びですとね、神様の裁きですとね、いうことをですね、本当に真剣に捉えてね、そういうこの日本ではですね、ジャーナリズムもテレビも新聞もね、政治家もね、ビジレイクで固めてね、国を愛し、ふるさとを愛しというふうな言葉でですね、偶像礼拝をですね、要求してくる、ね、またですね、このいろんなそういう偶像の施設のですね、掃除屋とかですね、この草引き屋とか、いろんな形でですね、この圧力をね、慣習としてかけてくるけれどもね、そこで私たちはですね、一線を引いてですね、この、まあ、戦いはあるけれどもね、またこの失うものもあるかもしれないけども、しかしね、この血の塩、世の光としてね、肉はそのまましてたらどんどん腐っていくけれどもね、塩を振りかけておけばですね、この腐れをですね、とどめることができるね。だからあなた方は血の塩ですと言われたね、神様はね。だから私たちはこういう中で戦いの中にありますけどね、しかし私たちは血の塩としてね、そういうことは、ね、聖書に照らして間違っているんだということをね、証ししていかないといけないね、そしてですね、そういう生き方はですね、この地上ではですね、なかなか評価されないかもしれないけどね、神様の目から見てね、尊い、行為であるということですね。神様の目を意識してね、まあ、人生を生きたいと思いますね。神のくださる賜物はね、主キリストイエスにある永遠の命です、ね、私たちは、ね、今墓碑を作ろうとしてますけどもね、それもですね、私たちは偶像礼拝しない、イエス様を礼拝する、ね、信じて、そして私たちの罪のためにイエス様が十字架で死んでくださって、ね、私たちは罪許されて天国に行けるんですよと、ね、だから偶像礼拝や不道徳を避けて、ね、本当の神様を信じてね、あなたもね、天国に一緒に行きましょうというね、そういう墓碑ですよね、そういうことをですね、私たちはこの世の光としてね、この暗闇が増し加わっていく中でのこのろうそくの光のようにね、このね、照らすものとしてね、この人生をね、歩んでいきたいと思いますね。それではお祈りを申しましょう。